么意思？残念でした。悔しい。ごめんね。頼りになるね。いつでもどうぞ。お任せください。よっしゃ、任せろ。しませんわ。行きますね。美しき勝利ですわ。任せてくれ。任せたまえ。よし、行こう。私、頑張るね。ありがとう。神のご加護を感じます。負けにはいかないのでね。いつもこうなら楽でいいのにな。
お任せください。強くなった気がする。神のご加護を感じます。言ってやってもいいぜ。なかなかのもんでしょ。負ける気がしませんわ。任せてくれ。任せたまえ。死ぬのはごめんだよ。あとはよろしく。こんな勝利、嬉しくありませんわ。
自分の務めを果たすまでです。
なものでしょうか。死ぬのは嫌なんで。頼りにしているぞ。私の出番かな。いつもこうなら楽でいいのにな。
ってやってもいいぜ。いつでもどうぞ。私、頑張るね。任せてくれ。しゃーい、余裕だな。よっしゃ、任せろ。お任せください。神のご加護を感じます。任せてくれ。任せたまえ。よし、行こう。ごめんね。あ、なんだ今の。調子がいい。やるじゃねえか。光栄に思いなさい。うん、いいじゃん。
ったぞ。おしまい。おっと、危ないですね。私に勝てると思ったか？腕が上がったのを感じるよ。完勝だな。
ガキ漆黒の闇の中に彼らを見下ろす不気味な顔がある。恐山の主と呼ばれ誰もが恐れおののく伝説の妖術師ヌイババ。魂と引き換えに得たその暗黒の呪文がひとたび彼女の口から発せられれば、生きとし生けるもの全てに確実な死が訪れる。アルムよ、なぜ行く。この恐ろしい山に一体何があるというのだ。いらっしゃい、解放軍の皆様、歓迎いたしますわ。お前がヌイババか。セリカはどこだ。セリカ、何のことかしら。私はあなたが心に思うものの姿を見せてこの館に導いただけよ。なんだと、やっぱり罠だったのか。滑稽だこと。誰も彼も愛という幻想に惑わされ、花に群がる蝶のように私の館を訪れる。この私に魂まで食い尽くされるとも知らずにね。みんな来るぞ。今こそ私との契約を果たす時よ。負ける気がしませんわ。神のご加護を感じます。よっしゃ、任せろ。いつでもどうぞ。よし、行こう。お任せください。任せたまえ。よっしゃ、いつでも来い。行ってやってもいいぞ。任せてよ。任せてくれ。余裕だな。私、頑張るね。任せてくれ。何かあったのか。
んだ今の。
手応えを感じます。いらっしゃい。可愛がってあげるわ。そこよ。私としたことがしくじりましたわ。撤退します。足手まといは嫌ですもの。見通しが甘いんだね。はっ、一応行けるよ。そこだな。やれやれ。
お導きです。龍帝。わ、お兄ちゃん、何か用？お前な、戦闘は遊びではないのだと。ふざけた態度ばかりとって不謹慎だと思わないのか。何よ、敵って悪い奴らなんでしょ。ボコボコにして何がいけないの？そういう問題ではない。どんな人間にも尊厳というものがあるのだ。大体お前は。あー、もううるさい。お兄ちゃんは僕が何やったって気に入らないんでしょ。もういいよ、ベーター。あ、おい、待たないかデューテ。ソフィアの誇りにかけて。甘い甘い。一段と力がついたのを感じるな。次は負けねえ。
体が軽いぜ。クレイブ。やあマチルダ、今日も惚れ惚れするような槍さばきだな。そんな、お前に比べれば私など未熟な自分が恥ずかしいほどだ。何を言うマチルダ、私の背中を預けられるのはこの世に君しかいない。さあ、君のその手でこの戦いに勝機をもたらしてくれ。クレーベ、ああ、任せてくれ。お前にあだなす者の首など私が根こそぎ刈り取ってやる。頼もしいな。
修行の身だよ。しすぎましたか。撤退します。足手まといはごめんですから。Come on!
よ、イケてるだろ。
私の出番かな。甘い。理想なき者に勝利はない。行くぞ。
強いのかな。悔しい？ごめんね。死ぬのは嫌なんで。
それ。どうだ。腕試しにもならんな。僕も負けられないな。生き返ったな。気がする。それで勝ったつもり。
真理への道はまだ遠い。様は贔屓してくれてるのかな。
強いでしょ。した方がいいのではないか。一応行けるよ。敵が止まって見えるな。
回復した方が良くない？これでも食らう？嘘。嘘よ。この私が。行けるよ。はっ。
俺の足を引っ張ったやつは。中の女性の憧れの的なのよ。まあリネア様と婚約しちゃったけど。アルム、君には兄弟はいるか。いや、実家の妹たちが手紙をよこして早く帰ってこいとうるさいのでな。世間の兄弟というのはどういうものか聞いてみたかったのだ。子供でもあるまいし、私一人おらぬところでとも思うのだが、クレアもクレーベには随分と懐いているし、兄や姉が思う以上に妹や弟というのは上を慕うものなのかもしれんな。ああ、妹たちか。全部で4人いる。まあ可愛いといえば可愛いが、地獄のようにかしましいのは問題だな。ヌイババはリゲル中から若くて美しい娘を集めていました。そして自分の若さを保つために魔物に捧げていたのです。君、大丈夫かい？ヌイババはもういないよ。僕たちが倒したんだ。本当ですか？ありがとうございます。私、ジークの姿を追ってきたらいつの間にかここに来ちゃって。あなたたちは？僕たちはソフィア解放軍だよ。ソフィア解放軍？じゃあソフィアが攻めてきたという話は本当だったのね。しよう、助けて、ジーク。誤解しないで。僕たちはリゲルの人たちに危害を与える気はないんだ。もちろん戦場で会えばそういうわけにもいかないけど。そうなの？そうよね。ヌイババから私を助けてくれたんだし。勘違いしてごめんなさい。あなたたちのこと信用します。いや、無理もないよ。君たちから見れば僕たちは侵略者だ。でも村で威張っている兵隊たちよりずっと感じがいいわ。そうだ。え？あなたがこの解放軍のリーダーですね。わかります。そんな感じです。お願いがあるんです。私の恋人のジークを助けてください。いや、すまないお嬢さん、私はリーダーではないんだ。え、そうなんですか？あ、じゃああなたですね。なんか落ち着いてるし。あいにく私でもありません。あのアルム君ですよ。え？ごめんなさい。だってすごく若いからそんなわけないって思っちゃって。いいんだよ。それで、その恋人っていうのは？あ、そうだった。あなたたち、ここからリゲル城へ向かうんでしょ？リゲル平野にはきっとジークがいるわ。でも、お願いだから彼を殺さないで。ジークの上官のジェロームはすっごく嫌な奴で、ヌイババと一緒になってこの辺りの人々を苦しめていたの。ジークはそんなジェロームに必死で抵抗していたわ。でも私を人質に取られて今はおとなしく従っているの。私が助かったと知ったらきっとジークも自由になれるわ。でもそのジークもリゲル軍であることに変わりはないだろう。僕たちを攻撃してきたら戦わないわけには。ジークはそんな人じゃないわ。私を助けてくれたのがあなたたちだと知ったらきっと何か協力してくれるはずよ。そう、君が言うんだったら
そうなんだろうな。ありがとう、信じてくれて。ジークのことくれぐれもよろしくね。そうだわ、私も一緒に行っていい？一刻も早くジークに会いたいの。こんにちは。僕は旅の商人だよ。君の持っているものを一つだけ、君の望むどこかの誰かに届けてあげる。来てね。